どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、ネッサの迷宮76番スやっていこうと思います。はい。今回のダンジョンはですね、なんと8階層のダンジョンとなっていて、まあ難易度はめちゃめちゃむずいわけじゃないです。比較的簡単。で、かつ報酬が、プラスポイント4500に、虹メダル3枚に、石8個というわけがわからないぐらい豪華な報酬なんですね。で、めちゃめちゃ簡単とは言いつつもは、壊滅級まではあるので、ある程度編成を組む必要があるんですが、まあ、気候上とか神秘とかに比べたらもうめちゃ簡単なんで、絶対にやってほしいということで、今日は、7階層からやっていこうと思います。まあ、一応言っておくと、6階層で吸収無効が2回出てきて少しめんどかったんだけど、まあ、賞味吸収無効1枚積んでれば勝てるダンジョンばっかなんで、まあ、6階層まではもう吸収無効だけ1枚積んでおいて、属性吸収無効も何枚か積んでおいて1枚でいいかな。そこだけ対策しておけば勝てると思います。はい。で、まあ、今回なんですけども、引き続きね、ネッサの迷宮やっていこうと思います。はい。って思ったら7階層でまさかの初手遅延が来たんで、ちょっと耐久していこっか。でね、正直遅延来たっつっても、日のミツァーなんですよね、相手は。なんで別に敵が強いわけじゃないんで、こんな感じでコンボすればわかると思うんですけど、だいたいどんぐらいだろう。はい、4万とかなんで、もう普通にね、アリナの回復だけでこたたれるので、まあ少しめんどくさいですけど、遅延食らった場合はスキル試してあげてください。あと4ターンなんでね、すぐですね。はい。これでちょっとスキル試します。で、まああとは、プレイヤー打ってあげて、ノーチラス打っていきます。はい。で、まあこれで、木の列組めば簡単に倒せると思います。もうめちゃシンプル。これだけで OK です。はい、こんな感じで木の列組んであげて突破していきましょう。まあ言うてね、遅延以外この編成対策できない場面が少ないんで、まあ本当はね、これセリカとかに関しても遅延振ってあげていいんでね、もはや。どんだけ遅延飛んでくんね。こんだけ遅延飛んでくるんだったらセリカは遅延6でいいかもね、全然。序盤の平質と考えると。僕、セリカの遅延6形態持ってない、持ってたか持った気がする。まあいいや。とりあえずここもね、列組んで倒していきます。76番面ダンジョンなんですよ、今回のダンジョンが。なので、6号パーティーがめちゃ強いんで、まあ、虎取真人とか、ノーチラスとか、適当にそこら辺積んであげればいいと思います。虎取真人もね、神秘以外ならめちゃめちゃ強いからね、まさに通常攻略用のキャラって感じの性能してて、しかも76運用できるとなると、ほんと化け物なんで、特に真人が。なので、76運用してあげるのが、いっちゃんいいかなって感じです。はい。で、ここに関しては、無効管組んでいきましょう。多分、こんなんでね、サクッと倒せると思います。はい。とにかく火力が高いので、はい。ノーチラスパーティーの力を使って突破していきます。まあ、ノーチラスはもう本当にね、ズルですからね、このキャラ。はい。で、ポルックスですね。ポルックスに関しても、ノーチラスってぶっ倒していきます。まあ、列組めばサクッと倒せると思うんで、よいしょ、こんな感じで。組んで突破していきましょう。でそういやこれ指現象食らってるんでセリカも打っておきます。はい、セリカ打ってあげてアリナ打ってあげて盤面整理しながら突破していきます。こいつそんなめんどくさかった気がしないんだよな。ロックですね。はい、セリカ打ってあげて指延長かつロック解除でアリナ打ちます。はい、であとはロック解除しながらぶっ倒していきます。まあ、7階層自体はね、今んところはまだ全然もう、全然ですね。全然。ノーチャラスパーティーなら負け量さないくらいの感じ。はい、12コンボ組んで、これで突破していきましょう。で、続きまして、6階層ですね。あー、シューミンか。ルーレットウザインで1ターン待ちます。1ターン待ってあげてから突破していきましょう。はい、1ターン待ってあげて、ルーレット生成。で、ノーチラス打ちます。あとは列組んでサクッと倒していきます。まあ、こんだけルーレットある時点でルーレット遅いんで、シューミンは。よいしょ。OK、こんな感じで列組みながらの11コンボですね。11コンボ組んで突破していきましょう。さあ、ということで、もうボスですね。7階層自体はもうなんとボスなんですよ。まあ、一応まだ8階層があるんで一概には言えんけど、ハト掘るか。まあ、ノーチラスって削っていきましょう。操作家は、プレイヤーにリナインバース継承してるんで大丈夫です。よいしょ、こんな感じで。ういうい。はい、列含みながら木の2コンボ組んでいきます。まあ、75パートで食らってようが、正直ノーチェラスパーティーなら大丈夫だと思う。42億ダメージで、さあ半分まで持っていきます。さあ何してくるか。ダメージ無効してきそうだけどね。攻撃力1639？弱くない？なるほどね。つっても8万ぐらいか。なので、あとは、無効管列組んで倒していきましょう。さあ、こんな感じでめっちゃ簡単に勝てるんでね。7階層もクリアしてあげてください。さあ、これで倒していきましょう。
じゃあ残り8階層やっていきます。さあこれで倒していく。 OK クリアですね。じゃあ最後レベル8の壊滅系やっていこうと思います。はい、お初手遅延ないですね、ありがたい。初手遅延ない方が安定してクリアできるんで助かります。ノーチラス打って、ノーチラス打ってアリナ打っていきます。この編成もう最近ずっと使ってるんだけどね、もうね最強ですねマジで。もうなんか最近ノーチラスといえばこの編成みたいな感じで一生使ってます。全属性も対応してるしね、もう基本的なダンジョン全部勝てるんで、これで吸収無効属性吸収無効2枚いるダンジョン以外はね全部これで勝てちゃうんですよね。本当に最近の攻略で愛用してます。まあ、一応編成はねノーチラスどっちもゼラ継承で、セリカにまあ遅延6の方が本当はいいかな、でデッドプール継承の、バレリアにスパイダーマン継承で無効感、まあ、これはね上限解放よりは遅延の方がいいですね。これもで、フレイヤーは毒目覚めに、できれば遅延。まあ、遅延じゃなくてもいいけどね、これは。で、リナインバース、もしくは、操作負荷とスキル武器継承のアリナがシェリング継承って感じになってます。いや、これマジで強いんですよね。初手遅延対応してて、後の火力はね、一生ノーチェラスの列で足れるんですよね。で、まあ、列無効感組んだら無効感対応もできるし、無効感単体でも火力かなり出せるんで、超強いんですよ、マジで。結局ね、もう申し訳ない。通常攻略は俺の中では、もうノーチラスが最強に変わりないね、勝ちで。まあ、正直、イタドリマヒトが唯一戦えるかなぐらいの感じ。あとはもうはっきり言ってね、もう使う価値もないぐらいの感じですね、通常攻略なら。やっぱ通常攻略ってね、そのギミック対応力に加えて、その使いやすさってのがあって、ノーチラス列消すだけでいいんだよな。で、最近のパズドラの通常ダンジョンって難易度上がってないんですよ、実は。結構ね、なんだろう。闘技場とか、まあ、例えば気候場とかはね、かなり難易度上げてきてるけど、通常攻略、まあ、チャレダンがいい例で、全然難易度上がってないと思うんですね。めちゃめちゃ簡単なんでね、もうそういう点でも本当使い勝手いいですね、この編成は。お、不動明王ワンパンチャレンジ。まあ、無理だろ、普通に。まあ、普通に無理だとは思うんですけど、一応列組みますか。一応2列組んでおいて、まあ、少し削ってみようかなぐらいの感じでいきます。はい、こんな感じ。はい、これで2列含んであげて14コンボ組んでいきます。板掘りマヒトはねマジで強いんだけどね。あとなんだ、いやワンパンかい、最強やん。あとなんだろうな、通常マーベルとかだ。マーベル強いね。結局板掘りマヒトがちょっとヤバすぎるけど、マーベルもやっぱ未だに全然強いですね。そこら辺一段階変身もしくは無変身なんで、あと学園キューとかもまあ変身不要っていう点ではかなり強いけど、学園キュー大抵離脱して使いたいんだよな。まあ6号でも全然強いけどね。そこら辺かな、他にいるかな最近のキャラ。多色系はね正直76運用ほぼ必須だから僕はありえないと思って、76運用ってリダチェンとほぼリダチェンで変身とほぼ変わんないんで、まあ、そこまでスキブ積むってなればっていうのがあって、あ無効感やん、やべえぼーっとしてた。なんだろうね最近のキャラって。いやここも無効感で組んでいきましょう。それこそ最近で言うとね、ドラゴンクエスト大の大冒険コラボの性能出てますけど、結構そこら辺もリーダースキルは微妙くてね、まあ通常攻略よりかは、まあ、通常攻略のサブもしくは周回って感じが多い、もしくは武器が多いんで。そうなんだろうね。実際呪術廻戦も五条とか出てるけど、まあ五条も通常攻略ならそんな強くはないかなって感じ。ただ五条は一個例外があって、短いダンジョンにおいてはあいつ最強でマジで。理由があって、あいつ五条システムあるんですよね。あれガチで強いんで、結構五条システムはなんかねやばい気がしてます。まあまさに今回のランダムも五条使えたと思うんだけど、あ、まあ、前回のランダムも使えたと思うんだけど、やっぱねあいつのシステムはね最強なんですよね、ガチで。固定パズルでいいっていうのがあって、結構五条はねやばいなって感じは未だにしてます。はい、ここセリカ打ってからのおちゃらす打ちます。はい、であとはまあ列消して倒していきましょう。なんか関係ない雑談してましたけど、まあ、ここも比較的簡単ですね。はい、よいしょ。ロック解除だけしながら突破していきます。はい、ロック解除入れつつ列組んであげると、もうこれで3名ぐらいなら軽々とぶっ倒せます。はい、13コンボで突破していきましょう。ノーチャラス少しパズルいるんでね、そこめんどくさいっていうのはありますけどね。はい、さあということでボスですね。ネッサのボスは光闇吸収5ターンか、なるほどね。ただまあダメージ消し属性吸収無効1回も来ないので、まあボス階層に1枚積んでおけば大丈夫なだけなんで、まあほぼほぼ対策できるかなと思います。よいしょ。じゃああとは、まず列組んでいきますね。まあ、倒せないってことはないでしょう。14コンボ。15コンボ。
はい、これで、あ、待って、複数規制やばいか。ナイス。さあ、ダメージ無効か。ちょっとめんどくさいけど、ノーチャラス打ってあげて、で、消し無効打っておきます。あとフレア打ちましょう。まあ、多分、あの、属性有利もあるので、簡単に倒せると思います。はい、こんな感じで無効さん組んでいきましょう。さあ、これで9コンボですね。組んであげれば多分突破できると思います。はい、こんな感じで倒していきましょう。さあ、ということでこれで8階層もクリアと。やっぱダンジョン自体はめちゃめちゃ簡単。壊滅級っつっても超簡単です。そしてこれでもらえる報酬がこんな感じ。やばくね。プラスポイントが今、いくつだろう。4973か。ちょっとこれ覚えておいてくださいね。全部受け取っていきましょう。4973がどんぐらい増えるのか。まずイベントメダル2次3枚がもらえた上で魔法石も8個もらえて、その上でプラスポイントが4900からこんな感じで9500と4500もらえてますね。プラスポイントもめちゃうまい、石もうまい、2次メダルもうまい、やらない理由はないということで、今回はネッサの迷宮を攻略する動画でした。一度きりダンジョンなんでね、必ず4日以内に終わらせてくださいということで、チャンネル登録、高評価ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。